こんにちは。手で芸をするコミーです。手芸の合間にポケモン GO。 まずは卵の孵化から、ミーミーロール。この卵は多分第4世代が出てからの卵かと思われますね。そろそろそんな卵になってきたんだなという感じです。で、こちらは、進化で、こっちもね、進化。はい、図鑑が着々と埋まります。で、こちらは、ジムバトルは、あれだな、フィールドリサーチであったからやったみたいなとこです。だから全部倒して自分のジムを置きしようみたいな、そんなんじゃなくて、そう、リサーチのためにやった。で、そのね、相手が誰だから、じゃあこのポケモンとかじゃなくて、私の強めのやつをとりあえず選ぶみたいな風に今最近はしています。だから効果が今一つだみたいなのも結構あるけど、まあ、しょうがないしょうがないと言ってしまう。あれですね、最近やっと見るようになったんですけど、そのポケモンのこう写真ね、何、ポケモンのプロフィール画面っていうのかな下の方に技が書いてありますよね。あれが、まあ、ポケモンによって違うっていうことですね。まあ、それは分かっていたんですけど、その、CP が高いものを選ぶのか、個体値が高いものを選ぶのかみたいなところで、まあ、サイトを見てみるとね、まあ、砂がいっぱいあればとか、まあ、いろいろと条件とかがあるわけですよね。うん。だから、どっちもありだなと。CP 高いのを進化させるもあり、個体値高いのを進化させるもあり、まあ、どっちもあり。なんだけど、私は、まあ、それはどっちでもいいやっていうかね、その状況に合わせてやればいいかなというふうに今は思っています。ただ、その技のところを私は全然今までチェックしていなかったんですよね。まあ、チェックできてないっていうか、まあ、そこまで余裕がなかったっていうか、だから、その技をやっぱり、まあ、全部覚えられないとは思うけど、そこを意識できるような風になれたら、もっとポケモン GO を深く楽しめるのかなって思っている。ただ深めたいのかって言われると別にって感じなんですよね。だからそう、勉強、息子に勉強しろ、ポケモン GO についてね、勉強しろって言われるけど、できないのはね、これね、カモネギがいっぱいいすぎて怖くてちょっと動画に撮ってみましたで、今日タイミングが良かったのでやってみたんですけど、3人、私を含めて3人で、もう始まった途端にもう分かりました。ギラティナの方のこうエネルギーゲージっていうのかな、それが全然減っていかなかったので、あ、これはダメだなって、もう前にすぐに勝っちゃった時が知ってるので、そう、やっぱり時間制限があるからね、無理なのはちょっと分かったので、もうちょっとやる気なくて途中出ちゃったりしてエネルギー補給してやるみたいな感じでした。やっぱり人が多いところを狙わないと、ちょっとこういう黒卵のところは無理ですね。うん、それを学べました。はい、という感じで、その技、あとタイプとか、その辺簡単に分かる方法ないかなって、また楽をしようとしてるんですよね。そんなことを思った本日でした。ということで、おしまい。お疲れ様でした。